こんばんは。今日はちょっと遅くなりましたが、KFS さんの福袋を、えー、紹介兼記録に残しておきたいと思います。2、4、6、8、10玉、10玉届,き届いております。それでもう、あのー、編んでいるものもあるんですけれども、 いいとばっかりですよねこのエナジー玉来ています、えー、前回のケイト屋さんの福袋の紹介の時にマーガレットをお見せしたと思うんですけれども今回ねこれせっかく2玉あるのでこれで冬のマーガレットにしようかなーって思ったんですけど。 冬にマーガレットじゃ寒いかなとか、ちょっと考えたいと思います。これが届いてる方たくさんいらしたのでね、みんな何を編まれるのかな、二玉で何を考えるかなっていう、そういう興味もとってもあるので、あの、決まってる方あったら教えてください。そして、オパールのエレガント。かっこいいシリーズですよね。 なんかね、複雑な色ですよ。えっと、旦那が、この色やったら履くかな、みたいな、ちょっと上から目線で言われたんで、これは旦那用の靴下にしようかな、うん。私ちょっと、うん、ちょっと考えます。<laughs> で、この、オパールエレガント。 ね、靴下にしたら綺麗だろうなと思うんですけど自分がこうグレーの靴下を履くっていうイメージが今ちょっと持てないので、あのー、逆に何にでも青色なんでね腹巻き帽子とかにしてプレゼント用に置いておいてもいいかなっていう感じで考えています。でサファリ。 これはねちょっとテンションが上がる糸だったので、えー、自分の靴下にしますでこのサファリはねえっとケニアだったかなうんごめんなさいちょっと見にあケニアだケニアでねこれをちょっと今編んでるんですけれどもねこれ見ながら 私の知っているケニアっていうのはあの私の知ってるイメージって言ったらマラソンランナーとか陸上選手ケニア代表とかそれぐらいなんですよねだからケニアがこの色なんだっていうことであのインターネットでねググることしか でできなないいかももしれれんですけれどもケニアっていう国がどこにあるのかもわからないんですけれどもどこにあってどんな風景のどんな国なのかなっていうのを調べてみたいなってこの意図を編んでて思いましたなんかねこういうものを通して自分の世界が広がるのは楽しいなって思いますね。 で、これもなんか国の名前でしたよね。えっと、どこかな。タンザニア。これタンザニアなんですよね。きっとね、空の色なんですよね。空か海ですよね、このブルーは。どんな国かなって。ケニアはなんだろうね、このなんか力強い感じ。大地に。 大地のイメージかな。なんかしっかり根を張っているっていう色ですよね。で、この糸で編んでいたものが片足できています。ちょっと変わった編み方でね。メリアスハギ頑張りました。あのメリアスハギのね、あの YouTube の見方、あの、 ちょっと私なりに工夫したので、それは、このけ、この靴下が編み上がったらお伝えしたいと思います。もう片っぽがね、ここ、ここなので、あと、ここを剥いで、つま先を作って終わりなんでね、ここも本当はメリアスハギのところを私はズボラをしていますが、 このメディアスハギをやることによって、今度はここを全部メリヤスハギできるなーって思いました。ゆっくりやればね、あの時間かかりますけど、あのいつか今編めない編み方でもいつか編める日が来るなーっていうのは感じましたね。あの何にも進歩してないようでもできなかったことがねちょっと。 あできたと思ってびっくりしました。ここね、ちょっとごまかしてるんですけれども、次回メリアスハギが出てきたとき、大丈夫だってあの思えました。ゆっくりやれば大丈夫ですね。あと、できないときはできないんでね、ごまかせばいいと思います。できる時が来る。<laughs> でこれが、えー、っと、スタイル。これかっこいいですね。でも私がこのグレーの靴下を履くというイメージがないので、何か合わせるとか、うん、メンズにプレゼントするか、小物にしてしまうか。でもせっかくのソックヤーンなので、ソックヤーンは靴下にしたいっていう気持ちもあって、 皆さんね、こういう、あの、自分が履かないなーっていう色の糸、どうされてるのかよかったら教えてください。助かります。参考にしたいです。でこの靴、この色もね、あのー、自分履かないなーと思ったので、前に紹介したこの帽子ですね。帽子にしました。でも、このね、残った糸は、あの、他の糸と、 まだたっぷりあるのでね、靴下、ショートの靴下ならで編めそうなので、いがや靴下にしたり、何か靴下っていう形で残したいなと思います。で、これ、えっと、ベジタブルイーターですね。この柄苦手な人いるみたいでね、すいません、この間堂々と出しちゃって <laughs>。あのー、私が全然気にならないのでね。 出しちゃったんですけどこの靴下ができてますね今のところだから1,2,3玉がこれがもうすぐ型完成しますちょっとハイピッチで編みすぎで型が凝ってるのでゆっくりに切り替えたいと思ってますでこれこれこれですこれですこれですサンライズあのー サンライズの中のこれ朝日なんですね。私ね、この系統を見つけたとき、すごいどん底やったんです <laughs>。何がどん底かちょっとね、わかんないんですけど、その時に、あのー、日が昇るっていう意図があると思って、なんかね、真っ暗闇のところにいるような気がしてたのでね、 そういや、朝は必ず来るんや。日は昇るんや。と思って、このシリーズ、これだけ買ったんです。なんかね、その時のことを思い出しました。<laughs> それで、あの、この力強い色をね、ま、ピンクが好きっていうのもあるんですけれども、踏みたくないと思って、どういう基準かわかんないんですけど、踏みたくないと思って、ショーレットにしたんです。 ショーレットに。じゃん。ちょっとこの竹のこ巻きのまんまなんですけれども、このショーレットがある、この思い出の、思い出のオパール、サンライズ、朝日。今回はこれはね、すごい悩んでます。靴下にして踏んでしまおうか <laughs>。はたまたね、この顔周りにね、お揃いで、 ショーレットとお揃いで何か作ってもいいなぁと思ったりこれはちょっと大事に編もうと思ってますなんかねこう一つ一つこう編んでいくとこの糸私こういう思いがあってねとかこの糸ああでこうでねっていう話ができますよねでこのタイトルがあってまたその話もあるじゃないですか 私特にこれなんですけどね。あと、星の王子様シリーズなんかも、あの、ものすごいストーリーがあって、めっちゃ語りだしたら止まらないですよね。なんかそれが今度の、あの、モネにね、なんか皆さん響いてらっしゃるんだと思うんですけれども、それがオパール、オパール病の元なのかなっていう気もします。またね、 あの私一方的に喋ってますけどなんかそういう熱い思いのある糸があったら教えてほしいなと思います、えー、今日はこれで終わりたいと思います来年のね来年年末の福袋を買う時までにこの糸を全部あの何かの形にしたいなと思っています その決意を動画にしました。今日も見てくださってありがとうございます。